ナマズのプロ山戸田さん、ニックネームは狂犬です。ナマズゲームは投げてまくる。おはようございます。今日は宮城県に来てます。ナマズのプロ大和田さん、大和田プロに今日はゲストでお越しいただいてます。で、大和田さんのハイエースをね紹介していきたいと思います。で、今大和田さん呼ぶんですけど、北ちゃん、大和田さんって狂犬って呼ばれてるから、そうそうすると噛まれるからねじゃあ大和田さんにご登場いただきます。お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。狂犬ぶりが噛まれたもんね。ナマズプロ、はい、生プロでいいですね。生プロの大和田圭一さんです。はい、ニックネームは狂犬です。よろしくお願いします。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。大和田さん、今手に持ってらっしゃるのは、はい、これはもう大和田さんプロデュースの。そうですね、はい、これナマズ用なんですけど、ほうほうほう、ナマズ専用のロットですね。名前はナジーチョイス、チョコミントって言うんです。狂犬から出た言葉とは思えない。ナマズって、もうどこの河川にもいるんですよ。ということはもう手軽に楽しめちゃう。だから2ピースなんで車にも収納しやすい、持ち運びも便利ということで、もうね、手軽なトップゲーム楽しめちゃいます。なるほど。バークリングキャンディっていうカラーなんですけど、まあ、カラーはもういろんなカラーあるんですけども、こんなカラーで釣れたら楽しいなっていう思いで、まあ、チョコミントにこういうカラーをね、セレクトして作ってます。まずカラーです。いや、黄色ですよ、イエロー。はい、これはすごい悩みました。何色かというと赤か黄色か、うん、小学生の娘がいるんですけど、まあ、どっちにすると。そしたらじゃあ黄色に してっていうことで、ね、もうお子さんが黄色って言ったらもう黄色ですね。だから特別カラーですよね、はい、特別カラー、バージニアイエローを、ね、セレクトしました、はい、あと次にこれです。可愛らしいですよね、うん、うちの FD クラシック、丸めフェイスですね。街中で学校前とか幼稚園前とかと、はい、子供たちみんな手振ってくれる。お、本当に勘違いするんですよ、俺こんな有名だったかな。違う、車なんです。本当に、ね、そこはちょっとでショックなんですけどね。まあ、まあ、楽しんでます。次にこのフロントとリアバンパー、ライネック塗装、ね、うん、であれば、もう本当木の枝ぐらい、全然なんてことないですからね。ヤブの中に入るような方、ヤブこぎするような方って、はい、しとくと全然違いますからね。おすすめのカスタムポイントですね、はい、オーバーフェンダーですね。オーバーフェンダーね、ジャオスのオーバーフェンダー、これがつくとね、ちょっとこう四駆っぽさっていうか、そうですね、アウトドア感というか、はい、このイエローの車に対して、そうですね、ちょっと締まりますね、アクセントがね、はいはいはい、うん、FD クラシックアルミホイールオープンカントリー、はい、RT どうですかこのタイヤ。結構アクロン入ってもスタックしにくいんですよ、うんうんうん、ロードでもノイズがあまりない。そうですよね、うん、なんていうんですよね、そのオールテレンとマッドテレンの、はい、ね、中間なんですよぐらいの感覚で、はい、使いやすいタイヤですね。使いやすいです、ね、でも見た目はマットっぽい。マットっぽいですね。そうかっこいいんですよ。ヒッチメンバー、はい、装着してます。これ何引くのって言ったらバスボート、あとはワカサギの時ってアイスフィッシングなんですが、スノーモービルを牽引していくんですよ、うん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 、でそのために七メンバーつけて一緒にね、一度撮影させていただいてスノーモービル持ってきてもらって、はい、あの時釣れなかったですけどね、すいません。もうこれどうしてもつけたかったのがルーフラックなんですけど、まあ、ライノラックさんのフラットルーフラック、これすごい丈夫で、自分体重今ジムに通ってて少し落としてるんですけど、なかなか落ちない、この体でもビクともしないルーフラックなんですよ。
具体的な数字ではないという、はい、各車種用にも設定あるので、あの興味ある方はあのお問い合わせください。ライトなんですけど、フロントトリアンついてるんですが、最近あのこの年になってくると、谷崎さんも分かると思うんですけど、なかなか見えなくなる薄暗くなってくると、あの針にラインが通らないみたいな、おいおいみたいな本当につらい時あるんですよね、はいはい、夕方夜、うん、昼はいいんですけど、その時にこのね、大和田プロ何やってんの、いつまでこれはこのライトでカバーしてくれるみたいな。ベッドキットですね、はいはいはい、本当にちょっと遠征先とかもう軽く仮眠ができるとか、まあ、一人で単独で釣りの時にもうよく重宝してます、うんうんうん、はい、もちろんね、その車中泊、休憩で横になる、ベッドとしての機能はもちろんなんですけど、これを組むことによって荷物の仕分けができるんですよ。じゃあ収納スペースがなんか倍になるような感じですか。そうですよ ね, そうですよね、はい、でさらにこのラック、はい、クロスライド、はい、キャップとウェアなんかもかけれるん で,、うん、でだから本当その収納にはすごく便利な仕様になってますよね、はい、わおしゃれ。サイドはねヴィンテージブラウン、シワ加工されたような表記。うちにいる気分ですよ本当に。なんかリビングにいる、リビング、そうそう、お酒でもあればいいな、こんな感じでもう裕次郎張りですねどこ見てるんですか。いや遠く見てます。そうそう今日はあの昼飯は大和田さんがご用意してくれるってことで、僕何も準備してないんですけど今日は田崎さん、はい、とっときの、はい、いやまあ前回1年ぐらい前にですね、はい、多分ちょっと覚えてるかどうかっていうところなんですけど、まあ、出たぞまさかのまさかの料理、フルーチェですもうねすごい、やっとです。これ実は得意なんですよ。得意料理聞いてきますか、フルーチェこう皆さんの前で作るの、料理するのって緊張しますね大和田キッチン、はい、フルーチェ入れてミルクと混ぜるだけですよ本当に簡単ですよね。シュールだろ感じでもうはい完成しました。ありがとうございます。早いですよね。これ皆さんにおすすめなんです。早い。間違いのない味ですよね、うん、うまい。ありがとうございます。いや完食です。ごちそうさまでした。あっという間です。作るのもあっという間だし、そうですね、もう全てもうシンプルにですよ。オーニング、サイドオーニングもあっという間、うん、はい、作るのもあっという間、はい、もう食事もあっという間。私も完食、美味しかったです。この後は、はい、行きましょうね。そうですね、はい、実調に行ってみたいと思います。今日ナマズゲームって簡単です、はい、フルーチェと一緒なんで混ぜるだけですか。あれはミルクと一緒に混ぜるだけですね、はい、とナマズゲームは投げて巻くだけです巻きはゆっくり、はい、スローで。わかりました、はいはい、巻いてみてください、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。お、あ、出た。でかそうじゃないですか。でかそうじゃないですか。やった。はい、キャッチ。やった。はい。はい、やった。でかくはないです。まあまあまあ、アベレージ。はい、すごい。すごい。こんな感じです。よいしょ。うわあ。ナマズちゃん、よし、出ましたね。出ましたね。やったー。よいしょ。これがナマズっすね。これが。はい。キャッチしました。
いや本当お見事でした。ありがとうございますということで1本目、はい、引っかかっちゃった取れない。取れませんもうお見事さすがっすよねありがとうございます。いやこんなんだからね。いやでもなかなか実は、ね、厳しいですね。だから、はい、まあ、僕もなんとかね1匹釣れればなと思って、はい、やっぱ難しいですね、うん、また次回チャレンジしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。本当あの楽しい撮影になりました。ありがとうございます。いや本当にお茶目だからいや紳士的ですねっていう今後お茶目で売っていくみたいなんで本当本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。また見てくださいね。はい、はい、こんな感じで出ました。ラジバン、すごい。いやサイズアップできました。ありがとうございます。